ビグアニドは窒素を含む有機化合物。グアニジン2分子が窒素原子1個を共有して連なった構造を持つ。無色の個体で水に溶けて抗塩規制を示す。水溶液はゆっくりと加水分解してアンモニアと尿素を生成する。またその誘導体も一般にビグアニドと呼ばれ、これには次のように高糖尿病薬のほか高マラリア薬や殺菌薬。 消毒薬が含まれる。特にビグアニド系高糖尿病薬をビグアナイドと呼ぶことが多い。高糖尿病薬、高マラリア薬、殺菌薬、消毒薬、抗菌剤、中等原産の豆科のガレガは古くから民間薬として糖尿病に用いられたが、1920年代にこれからグアニジン誘導体が見出され、動物試験でこれらが血糖値を下げることが見出された。 毒性の低い化合物が糖尿病に適用されたが、インスリンの発見により下火となり、1950年代に新型糖尿病治療用に復活した。はじめフェンホルミンが使われたが、これは重大な副作用である、乳酸アシドーシスのため使われなくなった。代わって、ブホルミン、さらにメトホルミンが用いられるようになったが、これらについても乳酸アシドーシスへの注意が必要である。 リグアニド系は、インスリン分泌の促進を介するスルホーニルーレア系、などの血糖効果薬と異なり、1型2型糖尿病ともに有効である。メトホルミン、ブホルミンも稀ではあるが、乳酸アシドーシスを起こす、可能性があるので、腎障害、肝障害の患者への使用は禁忌である。即座の使用性が高いほど、乳酸アシドーシスの危険性は高くなる。ありがとうございます。